こちらがオーロラ2かな、はい、多分こっちが新しいやつかなと思うんで、平地の方にもね、はい、雪が降りてくるのかなって、ね、はい、すごいね、あ、夕日めっちゃ綺麗じゃん、これやべえ。はい、皆さんこんにちは、阿部でございます。本日は網走駅の方に来ております。今日はですね、冬に、網走から丸分かりバスというものがね、観光客向けに出ております。でやっぱりね、冬の観光というと、まあ、レンタカーとかね、結構乗りづらいというふうに思ってらっしゃる方もいると思うんで、今日紹介するこのバスをぜひね、乗っていただけたらなというふうに思っております。今日ね、撮影日は11月の下旬というようなことになっておりますので、もちろん雪はないですが、今日は実際にその工程をジャンボタクシーで、ね、走っていただいて、走りながら皆様方にこういった工程ですよというのをご紹介していきたいというふうに思います。今日はカメラマンは代表になっております。代表よろしくお願いします。はい、お願いします。代表です。よろしくお願いします。はい、回る分かりますね、なかなかね、はい、いいですよね、代表ね、いい全部回るからね、あの両方線も乗れて、ね、そうだよね、観光もできて、はいはいはい、なんでね、今日はね、それの、まあ、こういった工程ですよというのを皆様方に紹介していきたいというふうに思いますので、ぜひ、ご参考にしていただけたら幸いです。はい、では早速行ってみましょう。はい、行きましょう。はい、実はですね、こちらの丸分かりバスなんですけど、乗り場2つあります。1つ目が先ほど言った網走駅、網走駅と、で2つ目がこちらの網走バスターミナルの、はい、2カ所から乗れることになってます。で、あの、まあ、ホテルによってね、ルートインとか東横インですと多分網走駅の方がいいのかな。はい、そうですね。で、あと、はい、ドーミーンとか、まあ、セントラルホテルとかっていうのはこちらの方がいいのかな、合わせるバスターミナルがいいのかなというふうにありますので、はい、まあ、お泊まりの、ね、ホテルによって合わせていただけたら幸いです。はい、これからなんですけど、このバス、一応ですね、流氷観光のオーロラ号にも乗ることができるというようなことになっており、網走、はい、管区行ったりとか、オホーツク流氷館行ったりとかね、で昼食については、まあ、カニ屋とかいうところになってますので、まあ、そういったのも含めてね、はい、今日はご案内できればなというふうに思っております。はい、はい、こちらの方に到着です。こちら道の駅になってですね、このバスが、はい、観光船オーロラにも乗車できる、乗船できる時間帯になってます。今時間帯ね、こうブワッと出てるはずなんですけど、一応網走駅をね、8時50分に出て、先ほどのバスターミナルを9時で、こちらが9時15分に到着して、バスが、次の出発が10時45分となってるんで、9時半からのね、1便に乗れるというような時間帯になっております。でまたそれを乗って、また網走の違う観光地行くというような感じの丸分かりバスとなってますんで、はい、代表そんな感じで大丈夫ですか。そうですね、はい、大丈夫です、はい、代表なんか若干曲がってきて大丈夫これ、うん、そうです、はい、はい、船がこちらですね。はいはいはい、そうですね。でこちらがオーロラ2かな、はい、で多分こっちが新しいやつかなと思うんですけどね。そうです、オーロラ3とかですね、はい、なってますね。はい、じゃあそんな感じとなってます。はい、この先に流氷の海が広がる。そうですね、はい、これを乗れるというようなことになってます。はい、はい、続いてはね、こちらのね、網走監獄の方に来ております。網走監獄でね、1時間ぐらいだったかなの時間ありますんで、中でしっかりと見ることができます。網走監獄が11時から12時5分までというようなことになっておりますんでね、こちらの方で中で見ていっていただければなと思っております。
詳しい動画についてはですね、あの過去に動画アップしているので、そちらの方で見ていただけたらありがたいです。はい、ということで1時間ね、ここで時間あるんですけど、代表どうでした？今日は、はい、盛りだくさんですね。そう、いつもの監獄じゃない、はい、ちょっと違うところの監獄を、ね、はい、代表には見ていただきましたけど、はい、やっぱいいよね、うん、やっぱり見れば見るほどこう奥深いわかるですよね。そうですね、うん、いやそういったところになってるんですよ、はい、なのでぜひ、まあ、あのこちらの方でね、はい、多分ね冬になったら雪景色がまた多分綺麗だと思うんで ね、はい、でね、はい、まあ、来ていただければなと思ってます。で大体ここで1時間ぐらいな時間があって、はい、次の目的地となっております、はい、じゃあ次の目的地の方へ行きます。はい、はい、次だったんですけども、網走監獄の次はオホーツク流氷館というところに来ます。でこちらが12時10分から13時までの間の自由見学となっているというようなところです。本日だったんですけど、本日はねちょっとね改装工事ね、あの皆様方お出迎えするのにね、期間中にあのシーズンにお出迎えするのに今ちょっと改装工事期間中だというところもあったんで、中の方はね今日あまりご案内することはできません。ですがその展望台とかもね見れるんで、まあ今日のこの10月の下旬の景色というようなところと、まあ、あの冬こんな感じっていうようなことも含めて、まあ、うん、確認していただけたらなというふうに思ってます。はい、いや代表あれだね、風強くなってきてね。いやそうですよね、だいぶね、はい、やっぱ山の上は風が強いのかな。風通りますねここはね、なかなかいい感じでなってますね、はい、まあねちょっとねちらっと見てもすごい景色が綺麗なんでね、はいはい、まあ、展望台からこうね、はい、こういった景色を見ていただけるんではないのかなというふうに思ってます。はい、じゃあ中行きますか。はい、行きましょう。はい、はいはい、ということで展望台の方に上がってきました。代表今日めちゃめちゃ綺麗ですね。いや最高ですね。やばい、これは、うん、これはやばい、これ最高だ、なかなかこれはやばいね、うん、多分ねカメラ越しじゃきついかなと思うんですけど、はい、どうシャリだけ、まあ、正面がシャリだけなんですけどね、いやあんまり見えないカメラ越しじゃ、拡大すると多分見えてる、ね、あ、なるほどね、はい、いやもう関節になってるから、はい、もうそろそろ平地の方にもね、はい、雪が降りてくるのかなってなって、はい、すごいね、知床連山全部見えるね。もうずっとずっと見える、はい、すごい、すごい景色が綺麗な、うん、ところですね。すごいわ。まあね、こういったところも、はい、まあ、四季を通じていろんな景色をちゃんとしっかりと見ることができるんで、はいはい、そうですね、素晴らしいところ、あの展示物だけじゃなくて、はい、こういったところにもね来て高いところからっていうのもありなのかなと思ってます、はい、裏もねやっぱすごい綺麗だね、はい、網走港、網走港、網走港、はい、やばいわこれもすごい綺麗だ、本当今日マジで綺麗だね。いやーこれは本当最高ですよ。いやいい時に来たわ、本当に。そしてこの紅葉、そう紅葉、はい、風も程よい、はい、今でだいたいこれは9度ぐらいかな。うーわー、それぐらいでしょうね。ね、はい、なってます。それほど風ないですね。そうですね。すね、うん、はい、さっきよりはね、いいないかなと思う。全然いいと思います。はい。まあこういったのがね、まあ結氷した景色とか、はい、いろんなのがまあ見えてくるのが、まあ冬のオホーツク流氷館にもなってくるのかなと思うんで、はい、こういったところにも来るというような、はい、工程になってます。はい、ぜひぜひ、いただきます。はい、ということでこちらの方でね、まあ、あのリニューアルされるというようなところでね、はい、とても楽しみな施設になってくるんではないのかなというふうに思ってます、はい、こちらのね流氷館を出て次は、一応昼食場所というようなことになってます、はい、いやちょっとね時間軸、本来の時間軸とねちょっと違うんで、はい、まあ、あの完全に夕日になってますけど、はい、そうですね、夕焼けになってますけど、はい、まあ、あの本来であったら、まあ、大体ここは、まあ、13時ぐらいまでの見学となっておりますと、はい、いうところですね、はい、いやでも本当夕焼けとかね、なんかね夕日のね、ね、時に来れたら本当に綺麗なところだね。いや本当に綺麗ですよ ね、 ね、よかったと思います、はい、はい、ってな感じで、じゃあ次の目的地の方行ってみたいと思います。はい、こちらが昼食会場の直産市場カニ屋というところになってます、はい、でこちらの方ではあと昼食が、まあ、2つから選べるというところになってますね、20位から、はい、オリジナルの海鮮丼かホッケ定食、はい、だよね、でこちらの方から選んでくださいというところになってます。もちろんこちらの料金もコースの、ね、料金に含まれるということになっております。はい
はい、それではですね、こちらの方に到着しています。こちら北浜駅となっておりまして、昼食を食べた後こちらの北浜駅の方に来て、ここから JR の流氷物語号に乗って網走駅まで行くというような工程になってます。はい、これね、代表ね、はい、あの近い流氷近い、そうですね、ところですからね、はい、というような駅からまあ乗るよというようなことになってます。はい、なかなかいいんじゃないですかね。うん、あの本当に流氷が間近に見える、間近に見えるからね、本当にすごいですね。はい、いいとこだなというふうに思ってます。はい、はい、というところです。はい、はい、でこちらの方で北浜駅出発した後にこちらの網走駅に到着となっております。はい、で網走駅到着後は次の能取岬の方に行くというような流れです。はい、一応網走駅は3時前かな、はい、に、出発するというような、まあ、工程になってますね。はい、そうですね。なので、まあ、ここから能取岬ということです。はいはい、じゃあ早速次の能取岬の方に行きます。行きましょう。あ、夕日めっちゃ綺麗じゃん。これやべえ。どこですか、わお、日はもう落ちてるんだ。もう落ちてるわ。早いですね。そうだよ、東だから。はい、でここが最後の観光地かな。はい、代表ね、ですね。はい、いや風なんかもうちょっと強いかなと思ったけど、今日はそうでもなかったね。そうですね、これぐらいだったら、そうですね、あの揺りや全然いい感じです ね、 ね、はい、これなんかね、夕日も、はい、素晴らしいですね。すごい綺麗で、ね、素晴らしい感じになってます。はい、で、こちらが一応15時20分に着いて、はい、まあ、15分間ぐらいね、はい、まあ、あの観光できますよっていうようなことになってます。はい、で後ろの方のね、はい、こういう岬もこう見れるよーっていうような感じになってますね。はい、はい、岬の外は海です。はい、はいはい、というような感じのところになってます。はい、やっぱりさ、元の子綺麗だよね。いや、綺麗ですね。なんか山の風景がやっぱいいじゃん。いいよね、稜線素晴らしいよ。はい、一応ね、もうホテルの方に来てしまいました。一応16時に網走駅で、16時10分に網走バスターミナルというようなところの着になってますんで、はい、まあ、乗ったところで、まあ、あの連泊されるんであれば降りてもらえればいいのかなというふうに思います。はい、これでなんと 11,980 円、はい、約 12,000 円。はい、まあ、全部入ってるからね。まあ、どこ代表、まあ、船代もお尻代も入場代も入ってますからね。ね、うん、まあ、それでなんかこうやってくるって回れるんだったら、はい、1日ね、ゆっくり回れるんだったら、はい、冬の道の交通リスクを考えるんだったら、はい、いいのかなと思います。やってるんですからね。そうですね。はい、私たちも違う動画でね、あの路線バス使いながらとかいろいろやってますけど、はい、なんかね、1日こんなんで回れるから、そうですね、いいんじゃないですかね。うん、とってもお得だったし、うん、はい、ね、というような便利なところです。はい、まあ、目的とかにね、はい、合わせて、まあ、こういろいろ変えていってもらえれば、はい、私たちとしたらありがたいのかなと思ってますので、はい、今日は、まあ、丸分かりバスのご紹介ということでさせていただきました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でございました。はい、ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。